南北戦争はロスチャイルのマッチポンプについてお話しします。1837年、ドイツのロスチャイル商会の代理人、オーガスト・ベルモントがニューヨークへ派遣されます。ロスチャイル家のアメリカ代理店を含む何百ものアメリカ企業が倒産していた1837年教皇を目の当たりにし、倒産したアメリカ代理店にとって変わることを意図し、オーガスト・ベルモントカンパニーを設立します。1837年、ジョージ・ピーボディがアメリカの投資銀行兼商社の ブラウンブラザーズを通じて、ロンドンのビジネスに参入し、ネイサン・メイヤー・ロッシャールの代理人となります。1838年、ジョージ・ピーボディが銀行会社、ピーボディ・リグス・アンド・カンパニーを設立します。1848年、ロッシャール家のフランクフルト本部で初期官をしていたラファエル・エル・ランガーが銀行会社、エル・ランガー・アンド・ゾーネを設立します。1849年11月7日、オーガスト・ベルモントが あの黒船のマシュー・ペリーの娘、キャロライン・スライデル・ペリーと結婚します。1851年、ジョージ・ピーボディがピーボディ商会を設立します。1854年、ジョージ・ピーボディがピーボディ・リグス・カンパニーにジューニアス・モロガンを招きます。モロガンは資本金の9%弱と利益の28%を出資しました。1861年4月12日、南北戦争が勃発します。 両軍は以下のバックアップを受けていました。北軍はオーガスト・ベルモント。そして、ジョセフ・セリグマンをはじめとするセリグマン兄弟。そして南軍はラファエル・エル・ランガーとその兄弟。そしてピーボディ商会そして、ジューニアス・モルガンとジョー・モルガンのモルガン親子です。1864年、ジューニアス・モルガンがジョージ・ピーボディから事業を完全譲渡され、ピーボディ・モルガンカンパニーを ジューニアス・スペンサー・モルガンカンパニー、JS モルガン商会に社名変更します。1864年11月8日、アメリカ大統領選挙が行われ、エイブラハム・リンカンが再選を果たします。オーガスト・メルボントは、リンカンに対し、多額の資金提供を行っていました。1870年8月、ジェイコブ・シェフが、乾物の卸売会社、バルクリークラフリン創業者、コレス・ ブリーガム・クラフリそして武器商人、マーセラス・ハードレイ、そしてニューヨーク証券取引所、ロバート・リビングストーン・カッティング、そしてジョセフ・セリグマン。この4名とともに、ニューヨーク・コンチネンタル銀行を設立します。以上です。